皆さんこんにちは。今週からはじゃん、スターウォーズでーす。お正月休み中にログワン見てきました。まああんまりネタバレになるといけないので言わないですけど、なんか面白かった。途中が結構辛い感じでしたけど、でも途中っていうか最後らへん辛い感じでしたけど、でもまあ最後の最後でいい感じでした。というわけで今回からはこちらのスターウォーズログワンのキャラクター K2SO なのかな、 K212 分の1を作ってみようと思います。それじゃあ開けてみます。じゃーん、ピカーン、スターウォーズ K2SO。ほぼ黒、当たり前か。あ、少ないじゃないですか。パーツが少ないじゃないですか。あ、これだけ、これだけ。想像以上にパーツが少ない。やったー。あー、説明書もこんな、なんか簡単そうって言ってしまったら、いや失敗した時になんか嫌な感じになるから、簡単そうっていう言葉はちょっとブブーピーうーん、あ、でもあのちゃんとこう当たり前ですけど端っこの処理ちゃんとしなきゃな。よし、頑張ります。
できました。 K2 です。手はここまで上がって、ここはこう360度回転、このクリアパーツになるんですよね、関節の部分、肘関節が。これをなんかこう両サイドから挟むようにパーツで組むんですけれど、この部分のその一番最初の中央の芯になる部分にクリアパーツを入れるときに、ちょっとこう硬いので、これから私は塗装するんですけれど、塗装するときにまた分解するのが、そのクリアパーツが外れにくいかなっていう気がしたので、塗装をこうやって一回仮組みした後にする人は、そのクリアパーツが外れやすいようにほんのちょっとだけこの芯になる部分の円の中をやすってた方がいいかもしれません。どっちか片方は無理やり突っ込んだのでもうマスキングするしかないんですけど、もう片方するときは一応やすったのでスイッと取れるようにしてみました。多少やすっただけだったら、まあ、ちゃんとこうやって固定できてスコーンってならないから大丈夫かなと思います。ちゃんとそういう工夫もできるようになりましたよ。そしてちょっとデカールがあるので、これはシールとデカールがあります。これとこれなので、色塗った後もうちょっとこういうのがついたりするか、まあ、そこも塗装でやってしまうかはまだ未定です。はい、なんかこういうこう機械系のこのいっぱい入っている線がなんかこう墨入れしたくてうずうずするみたいな、そんな変態チックな感覚にさせてしまうバンダイさんのプラモデルでした。こんな感じでございます。足のクリアパーツも手と同じようにした方がいいかもですね。こんぐらい上がります。キック、横はこんくらい、首は前後はちょっと厳しいけれど、頭はカクカク動いてて横には向けます。はい、すずみレポートは以上です。色塗り待っててね。感想、そうですね、動画の冒頭でもちょろっとだけ言いましたけど、面白かったのは面白かったです。面白かったんですよ。それしか言ってない。面白かったっていうのもなぜかっていうと、普通にスターウォーズファンの人があれを見てうわー面白いって思うと、私のはちょっと違ってて、やっぱりまず私は映画の情報とか最初に予告編しか見ないんです。でその予告編だけを見て妄想するのが好きなんです。この動画、あんなシーンがあった、こんなシーンがあったっていうので、それを組み合わせて私の中でまたストーリーが作り上げられてしまうんですけれど、まあ、今回もログワンはそうなりました。見に行くまでの間に予告編も何回も見ちゃ
見ちゃう、こうところどころ見ちゃうみたいなそんなこんなで私の集めた見る前までの情報でもう話が出来上がってしまっていて、まあ、最後はどうなるかはよくイメージわからないというよりも続くだと思ってたんですよね。まあまあ今回も最終的には続くなんでしょうけれど、うん、見てない人からしたら意味わかんないですよね。この話見た人からすると確かに続くだよねってなります最初からローグワンっていう題名がもうあの女の子のコードネームだと思ってたんですね。女の子の名前、あの主人公の女の子はローグそこからしてもうちょっとね単純はい、そして、ま、ローグワンまで着くのは何かしらの山川とかいう合言葉なのかなみたいなっていう認識から入りました。でまずこう時系列がそんな前置きの情報を入れてないので、エピソード7の続きの8に行くまでの間というかエピソード7と並行のドラマ、こう別の空間というかあの7の時の流れと同じ時の流れで別の場所で会ってる出来事と思っていたんですね。なので最終的にまあこの私の思うローグちゃんとあの7のレイでしたっけがいずれ会うのかなと、会ってレジスタンスなんかこう違うジャンルで能力を発揮できるレジスタンスが組み上がるのかなとちょっと期待して、今回は女の子がすごく活躍するじゃんって思ってましたまあそしてこうローグワンの世界観的にはなんかちょっとこう女の子がローグがファッてこう振り向いてなんかこうバイオハザード的な空間でなんか後ろがビカンビカン光ってるシーンがパッと出て、なんかうおお何なんかこうほんとバイオハザードじゃんみたいな、なんかこう変なモンスターみたいなのが結構出てきたりするのかなみたいな、でこうドンパチドンパチやる、多分フォースは使えないようなタイプに見えたので、こう銃撃戦レーザーとかそういうのでピュ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 やりながら、うん、なんかこう反乱軍の、あ違う帝国軍に捕まっているそのレジスタンスの仲間、捕虜になっている人たちを助けに行く話なのかなってちょっと思ってましたあとはその何ですか、最後のその予告編の最後の方のシーンにダース・ベイダーが出るじゃないですか。ダース・ベイダーはもちろんエピソード7まで行くと死んでますよね。死んでます、確実に。もうだって過去の人ですから。でもダース・ベイダーが出てきた、そこを私はどう思ったかというと、7のあのダース・ベイダーの孫、もう言っちゃっていいのかなまあまあもうおじいちゃんって言ってるからいいですよね。あのカイロ・レーン、ん？カイロ・レーンでしたっけ、主人公はレイン、あの人はレーン、まあ、あの孫、ダース・ベイダーの孫がもうあまりにもおじいちゃんを崇拝しすぎて、おじいちゃん好きすぎて、おじいちゃんの能力を僕にも降臨みたいな感じでコスプレして出てきたのかと思ってちょっとうわーって思うなっていう話です。まあでもレジスタンスは結成されないと見た人は分かると思うんですけれど、見た人っていうかちゃんと前に予習とかその時系列とかをちゃんとこう分かって見ている人には全くそういう疑問はないはずなんですけれど、そういう情報を入れずいきなり見に行ったっていうタイプの私からするとそういう感じで、ね、全然
違うストーリーがもう一本楽しめたみたいなラッキーみたいなっていう感想でした。エピソード7の続きもとても楽しみです。どのくらい先に公開されるのか分かりませんけれど、まあ皆さんもログはまだ合ってると思いますので、見に行ってない人は私のこの情報とともに2本楽しめた感覚で行ってみてください。バイバーイ。